新成人の方々、おめでとうございます。喉めちゃめちゃ枯れてないですか？もうね、しかも昨日サブチャンネル撮るの忘れちゃったよ。それぐらいパンパンだったわ。でね、ずっと喋ったからこんなに声枯れた。声こんなに枯れることないんですけど。昨日はもう朝から夜まで、もう撮影の、もう終始撮影の感じですね。あと、皆さんといろんな方々とお話しさせていただきました。はい。で、今回は成人式、新成人の方々、明けましておめでとうございますじゃなくて、なんだろう、20歳になりましておめでとうございますみたいな感じですかね。はい。で、今日は平塚、盛り上げたいですか、自分たちは、自分と丸先輩は。今日はヤンキーチャンネル平塚の成人式に突します。で、なんか成人式、今コロナの関係で1部とか2部になってるらしいじゃないですか。で、2部に行く予定です。とね、2部が、自分と丸先輩がね、まあ行ってた中学生中原と神田の子なんかがいるっていうからね、それにめがけて行きたいなというふうに思いますよ。声かけてね、これ見てる方、この今の、このチャンネルだとまあ届かないかな。まあでも見てる方いたとしたら、もしよかったらね、声かけてくださいよ。ね、でも喧嘩うんないでね、めんどくさいから。はい、ということで今回はまたヤンキーチャンネルで制服で、新成人の皆様をね、突撃取材をね、ちょっとしたいなというふうに思うんで、よろしくお願いしますよ。はい。楽しんでもらうのは結構ですけど、いつも毎年毎年ね、みんなバカやるじゃないですか、二十歳の子なんか。やめてね、本当に。はい。二十歳になったからちゃんとせなあかんのに、ね、そん時になんかやらかすなと。ね、もう成人したわけですから。やるならその前にしとけって、やらなくてもいいけど。まあいいや。こんな感じで、何時ぐらいに平塚の総合公演だっけな。2時半とか3時ぐらいに行くかな。3時ぐらいかな。うん。まあそこらへんぐらいにちょっと行かせてもらいますので、うん、よろしくお願いします。皆さん派手な服だと思うからね、自分たちの制服が目立たなくて、なんか、紛れるかもしれないけど、見つけてやってくださいませ。シュンタのヤンキーチャンネルからのお届けでした。よろしくお願いします。